はい、今日の一品です。まずは山芋をピーラーで剥いていきますね。はい、そして、細長く切って感が味わえるぐらい適当な大きさに刻んでいきます。お弁当用なのでさっと火が通るぐらいの大きさがいいでしょう。これをボウルに移してちりめんを2つまみぐらいですかね。量はお好みで。これに天ぷら粉を一度かけてまんべんなくまぶした後に水を調整しながら入れてまた混ぜます。はい、これで混ぜたらごま油と香りがいいのでごま油とこれにサラダ油を足して熱しておきます。卵焼き用のフライパンに薄めに広げて揚げ焼きにしていきます。あまりいじらない方がいいですね。片面こんがり焼いたら裏返して、そして塩コショウ、はい、そしてお弁当に入るようにちょうどいい大きさに切ったら完成です。はい、これで完成です。山芋と山芋ちりめん天ぷら、お弁当にどうぞ。